It's time! Yo, yo, yo! Golden Benz! 中古の Benz! I love Chris Rich! 片押しの Benz! 今日もこのガス中古の Benz! はい、ということで今日はね、やっちゃいますよ。今日は、多分スニーカー好きが渋谷は多いんで、スニーカー ABC マートでスニーカーを買いに来た人で、まあ、一番最初にそうだな、まあ、この辺でじゃあ買いに来た人じゃなくて一番最初にじゃあ自分に声かけた人にしましょう。自分に一番最初に声かけに来た人になんと ABC マートでいきなりスニーカーを奢ってみたらどんな反応をするのか、はい、それでやってみたいと思います、はい、さあ楽しみですね。さあこれやばくない？これ嬉しいでしょ。そうですね、自分だったら絶対これ嬉しいよって。そうですね、だっていきなりさ声かけたらそしてスニーカー買ってくるってやばくない？やばいっすね。だってもうストリートで一番大事なのはこれですかね。なんで大事かっていうかっていうと、例えばさこうやって例えば歩いてんじゃん、あおめえなんだよ、いや僕は何もしてないです、僕は何もしてないです、だからおめえなんだよ、いや僕は何もしてないです、何もしてないです、何もしてないです。一番生き残るためにはこれスニーカーで一番大事なのは走って逃げですから、全力疾走できないとダメですから、はい、ということでねちょっと始めましょう。知ってんの俺のこと。知らない、ダメじゃん。知ってるよ、知ってる。翔さんでもなんで最初見たの？かっこいいから。あ、俺がかっこいいから。知ってる。あ、なるほど、でもありがとう。いいか、今日は YouTube 撮ってて一番最初に自分に声かけてくれた人にプレゼント。OK、じゃあ買ってあげる。じゃあ何でも好きなのね、選んでもらう。OK、じゃあいいっすよ、全然何でもいいよ。何でもいいよ。本当何でもいいよ。好きな。本当何が好き、メーカーは。いいよ、買ってあげる。アディダスでもいいし、ナイキでもいいし。もう何を選ぶかが楽しみだね。あ、かっこいいね。かっこいいね。かっこいい。いいね、あ、これいいの？あ、サイズグラビスがいいの？あ、かっこよかな、初めてのメーカーだけど。ナイキとかじゃなくていいの？うん、なんていう、あ、もう、あ、自分のスタイルだ。そしたらサイズ。あ、すいません、あ、じゃあサイズ自分で聞いて。これ20、似合ってんだよ。めっちゃ似合ってる。はい、どうぞ。あ、全然いいっすよ。写真もいいっすか。はい、そうそう。やった、撮って。今ちょっと YouTube の企画中ですか。あ、そうですか。すいません。スキーの動画見ました。あ、です。めっちゃ良かったですよ。あ、です。すいません、ありがとうございます。あ、です。じゃあ、あの、いいっすよ、一足いいっすよ、せっかくで、ね、おつれさんももう、いや、なんか悪いんで、なんかお兄さんだけってもせっかく二人いるんで、いいっすよ、いいっすよ、せっかく、はい、せっかくだから。あ、コンバース、あ、でも結構シンプルなのですね、バンズとかコンバースとか、ね、スタイルがかっけさすが。めっちゃかっけえじゃん。やべ。いいね。めっちゃかっけえ。あ、これかっこいい。このグラビスかわいいね。この色もやばい、ね。うん、これかっけえ。しかも直感で選んでるのがやばいよね。自分のこのスタイルでこれかっけえみたいな。一目惚れした感じ。グラビス行くとは思わなかった。じゃあ一緒でお会計。はい。
ありがとうございます。ニューキックスの感じはどうですか。てか似合うよね。夜下ろしてよかったんだね。いやー最高っすね。最高おしゃれ。いやせっかくだからちょっとこれぶっちゃけ、はい、あのスニーカーをいきなり声かけてもらった人にあのプレゼントいきなり買ったぐらいの初めてなんですよ。 YouTube 始まって YouTube もかなり十何年やってますけど初めての企画です。でじゃあせっかくなんでじゃあ、 あのこのスニーカー選んだこの何なんでこのスニーカー選びました？なんかもうバーに目に入ったあかっこいいなと思う。はいはい、そうです。入ったあ、じゃあ一目もね。そう、まあ、一目もね。すごいね。でもかっこいい。でもなんか速攻入ってすぐ決めたっすよね。決めたっすね。あ、これがいいみたいな。グラビティあ、かっこいいなと思ったっすね。じゃああの次コンバース、はい、僕はまあ結構シンプルなのが好きなんで、でカラーはレッドが一番好きなんです。おや似合ってるよね。めちゃめちゃ似合ってるね。いい感じです。しかもクラバーらしいから、はい、大好き。はい、クラブで、はい、嬉しいですね。はい、ということでじゃあせっかくなんであのショーを YouTube 見てるみんなになんかコメント一言ずつください。なんかあでも今日はなんかすごい運が良かって、外国人だけどこれもボリビアまで話する友達、すごいすごいいいことだった。いやありがとうございます。 YouTube 登録してずっするよね。みんなに登録してね。ありがとうございます。皆さんじゃあ、 あのショーさんの YouTube にぜひ登録してください。めっちゃ今会ったばっかりで買ってもらってめっちゃ嬉しい。ありがとうございます。ふっふっふっ。ありがとうございます。まだあったかいかけます。こっち頑張るで、俺もこっち頑張るで。お疲れ様です。あの普通にあのなんだろう、普通に似合ってたよね。そうですね、コンバース、はい、で本当にグラビスのあの一目惚れ、これ俺これがいいみたいな。だ一切あのあれなんか超勉強になったのは一切ブランドとか見てない。あの最初に買った彼は、もうなんかそのえ何すんのナイキンすんのとかアディダスすんの何すんの普通に入ってそういうのじゃなくて、あ、俺これみたいな。なるほど。その本当心で選んでた。すごいなと思って、あのすごいそれこそアーティストだなっていう。そうだからアーティスト。はい。ということで、あと4月の10日ショーのねワンマンライブを三郷市文化会館でやる予定なんですけど、なんとねもう SS 席はもう完売になってます。ありがとうございます。で S 席の方ももう残りね本当にわずかになってます。でこの動画をアップする頃にはどうなってるかわからないけど、下の概要欄からね購入はできますね。 E プラスにて、あと1階席と2階席も、はい、であとね4月10日はね耳みちこどんどんこしいの耳みちこどんどんこしいの新曲もねひょっとしたら歌うかもしれないし、まあねいろんな曲をね歌おうと思ってます。はい、ということでね今日の動画はこの辺でお別れしたいと思います。今よりもさらに高くこの悔しさ明日に生かす捨ててから俺はみ出す今に見とけさらに光る俺が病院ベッドの上で涙を流し頭を伏せてこんな姿誰もわからない分からなくても構わない自分の心に刻まれてるから